8月のシンデレラナイン。はい、どうもこんにちは。ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、ちょっとお話だけになるんですけども、まあ、再来週の27日、4月の27日に、まあ、トライブ9のね、まあ、ブルーレイボックスが発売されるんですよね。はい。でね、まあ、トライブ9ってね、その、まあ、アニメなんですけども、まあ、我らが8内のね、プロデューサーの、山口さんが、まあ、プロデュースしていた、アニメで、で、もうね、放送の方はね、もう全部、すべて終了して、放送はもう終了したんですけども、まあ、そのね、アニメの、その、ブルーレイボックスが、その、再来週に発売されるというようなところで、でね、そのね、まあ、ボックスの購入特典として、で、DMM 版のコードの、まあ、トライブ9コラボの、野崎ちゃんの新カードが手に入るシリアルコードがついているっていうね、ことなんですけども、今日はね、そのことについて、まあ、簡単にね、ちょっとざーっとお話ししていこうかなと思います。はい。でね、このコードがついている、特典がついているって発表された時って、まあ割とね、賛否両論あったと思うんですけど、まあまあ僕は別に、まあ野崎ちゃん推しとかではないので、ああ、特典つくんだぐらいの程度の感じでしたけど、でね、その気になるね、その野崎ちゃんのその新カード、まあどういった感じになっているのかっていうのが、まだね、これ公開されてないんですよね。まだ未公開の状態のはず。まあ、正しければ。で、まあ、おそらく、その8テレとかで、まあ、発表されるんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、そうですよね。多分、いきなりその、何の公開もなしに、ボックスだけ、発売して、で、それで買った人だけが見れて、で、なんかまあ、ツイッター等なり、SNS で、まあ、乗っける人もいるんじゃないかなって感じ だとは思うんですけど、まあ、まずね、その、公開は事前にあるような気はするんですよね。8テレとかでね。やっぱ8テレが硬いかなって感じはしますけどね。で、まあね、野崎ちゃん推しはもうもちろんだと思うんですけど、まあどんな新カードになるのかっていうところであったりだとか、買おうかどうか迷ってるみたいな感じのね、人がね、まあ多いんじゃないかなって気がします。まあ野崎ちゃん推しじゃない僕でも割とね、そのどんな新カードになるのかなっていうのは気になっております。でね、まあね、特典コードの SSR なので、まあ別にね、戦力としては、まあそんなに使えないのかなって気はしますけど、まあなんならひまわりとかついている可能性はありますよね。まあどういう、その性能面は別に対してあんま期待できないかなって感じですね。特典なので。まあ特典ってそんな強くない、新カードがね、ばっかりなので、まあまあやっぱね、イラストでしょっていうところ、気になるのは。で、そのイラスト、気になるイラストなんですけど、その、これまでのね、その野崎ちゃんの単体でのその新カード、としてのそのコラボ、過去のコラボのその新カードを見てみると、まずこちらのね、鈴宮春日とのコラボの、野崎ちゃんもそうなんですけど、で、あと過去にね、その絆愛とのコラボ、そして玉読みコラボの方のその新カードの野崎ちゃんって、割とね、その相手の向こうのコラボ先の衣装を着ている新カードなんですよね、これまでの傾向としては。まあ、ゆるキャンでも一応あるんですけど、コラボ。あるんですけど、それはね、ゆるキャンのキャラクターの新カードの中に映っている野崎ちゃんっていう感じだし、で、しかもゆるキャンってね、まあ、私服なんですよね。まあ、そういうのもあって、まあ、別に、そのキャラクターと同じ衣装を着てるとか、そういうのはないんですけど、まあ、それ以外のね、野崎ちゃん単体の新カードとしてだと、まあ、その、コラボ先の衣装を着ている鈴宮春日であれば、鈴宮春日ちゃんのその女子の制服を着ているような感じ。で、絆愛とのコラボは、まあ、絆愛の、衣装を着ている野崎ちゃん。で、玉読みだと、玉読み向こうのね、高校の、ユニフォームを着ているというような感じの、まあ、コラボシーンなんですよね。
で、それでその傾向でいくと、そのトライブ9にそのアリスガー沙織ちゃんっていうね、まあキャラクターがいるんですけども、まあね、あの主人公っていうか、まああのメインとなるそのまあ主人公の、所属しているチームっていうかトライブですね、その中にいる、女性キャラクターなんですけども、まあね、まあ金髪っていうのもそうだし、まあ女の子っていうところで、で今までのそのコラボ傾向的に言うと、まあこのアリスガー沙織ちゃんの、衣装を着るシーンカードなんじゃないかなっていうふうには僕は思ってますね。うん、はい。まあまあただね、アリスガーちゃんね、まあ金髪っていうところがあって、まあ一応野崎ちゃんとまあちょっと似たような髪色なので、まあその辺被るっていうのもあるんですけど、まあただポジションがね、キャッチャーではあるんですよ、このアリスガー沙織ちゃんって。うん、なのでね、まあそこら辺はちょっと被ってないですけど、まあそういうのを抜きにすると、まあちょっとアリスガーちゃんの衣装の可能性が、あるなっていうふうには思います。まあもちろんね、これはあくまで僕の単なる勝手な予想なので、まあ当たり外れとかはね、まあ別に特に気にしてはいないんですけども、まあただ単にね、そのアリスガーちゃんと野崎ちゃんが一緒になんかこう映ってる、まあシーンカードだったりもしますし、うん、まあそういう可能性もありますし、まあね、まあ僕が思うには、アリスガー沙織ちゃんのまあ衣装を着たシーンカードなんじゃないかなっていうふうには思ってますね。うん、でね、僕ね、そのトライブ9ね、もちろん僕も見ていたんですけど、まあそのトライブ9自体のその内容っていうのは、まあ野球ではあるんですけど、一応野球を題材にはしてるんですけど、まあ野球なんだけど野球じゃないっていう感じの作品なんですよね。うん、なのでね、そのなんだろうな、ダイヤのエースとか、ああいう硬派で、まあまあ正当な野球作品をその好んでいる人からすると、おそらくね、その嫌うんじゃないかなっていう感じ、トライブ9はで、あとシャレが通じない人とかねそういう方がね、見るとね、何これって感じになって、まあ見るの1話で切っちゃったみたいな感じの人もね、多いと思うんですけど、うん、まあまあまあ、そんな感じでね、まあ嫌う人もいれば、なんかまあ違った形で、違った視点で見れて楽しかったっていう方もいらっしゃったと思うんですけども、まあ僕はまあ普通かなって感じですかね。前話見たところで、一応ね、これボックスのね、トライブ9のボックス、ブルーレイボックスのコードなんですけど、これトライブ9自体はまあ普通なので、僕の中では、まあ価格もね、33,000円税込みで、なので円盤を買う価値は僕の中ではないかなって感じ。うん、まあ僕はね、その本当に面白いと思った作品とか、好きな作品とかをその円盤買ってるので、うん、まあトライブ9はその域にはちょっと達してないなっていう感じではあるんですけど、ただね、このアリスガー沙織ちゃんって僕結構ストライクゾーンに入ってるんですよ、好きな女性キャラの中でも。うん、まあいろいろとね、惚れるね、女性キャラのそのタイプに当てはまってるので、このキャラクターね。うん、あれだもんで、で、しかもね、衣装もね、これ太ももがね、素晴らしいんでね。うん。まあ、まあ、太ももばっか見てたんですけど、僕も。うん。見てたんで、まあ、割とね、その、エロ目線としても、その、普通に女性としての、その、魅力としても、僕はなんか、結構高評価なので、このキャラクターで衣装も結構好きですし、うん、なのでその野崎ちゃん、そのエロエロ野崎ちゃんとそのコラボってなって、この衣装を着るってなると、まあちょっとその見せ方によっては、もしかしたら買っちゃうかもしれないっていうところはあるんですよね。うん、まあただでさえ野崎ちゃんってエロいので見せ方でやったりだとかね、いろいろとね、エロいシーンが多いので、まあそのトライブ9の、まあ仮にね、そのアリスガーちゃんの衣装を着るってなると、だいぶね、そのエロっていうのを、まあ期待はできるんですよね。期待値高いなっていうふうに思うんですよね。うん、まあだもんでね、まあ結構エロければ、もしかしたら買うかもしれないっていうところ完全にエロで釣られてる、一人ではありますけど、うん、まあちょっとね、イラストが公開されて
からじゃないとちょっと判断できないかなって感じ。うん、まあでもね、ボックス3万3000円っていうのもね、まあ高いんですけどもちろん、うん、他のね、あのブルーレイボックスと比べると、うん、まあ若干安いような気もするけど、こんなもんだっけかな。うん、まあ僕も別に円盤ってそんな買わないので、うん、まあやっぱりね、円盤ボックスで全部買うってなると、まあ非常にね高価なのでね、うん、まあよく考えてね、やっぱ買うんですよね、僕もね。うん、3万3000円よりももうちょっと高かった気がしますけどね。うん、まあ気のせいかな、まあわかんないですけど、まあとりあえず3万するんでね、まあね、野崎ちゃん惜しいとはいえ、まあ割とねそこ渋る可能性がありますよね。うん、まあ野崎ちゃんをコードが欲しいんであれば、それ買わないといけないっていう、まああとはね、そのメルカリとかヤフオクとかでね、こう出品してる方とかもいますけど、まあ大体ね、多分ね、おそらくボックスの税込み価格が3万3000円なので、まあ2万円とかで売ってくる可能性がありますよね。うん、でもね、ほぼほぼね、そのボックスと変わんない値段で売りつけるんじゃないかなって感じ。多分1万円台は、では多分売らないような気もしますけどね。まあわかんないですけど、それに関してはもう人によるんで。まあおそらく2万はね、そのコードだけを欲しくてメルカリとかで買うってなるんであれば、おそらく2万ぐらいはね、覚悟しといた方がいいかなっていう感じはします。まあおそらくね、間違いなく出品してるか、してくる方はね、多分少なからずいると思うので、うん。まあそこで買う場合は、まあ2万は覚悟するっていうような感じですね。うん、まああとはね、そのトライブ9っていう作品自体が気に入ってて、で野崎ちゃんのね、もう好きだよっていう方は、まあ買いだと思いますけどね。うん、まあ特にね、そのまあよく考えなきゃっていうところですね。もう再来週なのでね。うん、まあ僕もね、割と迷ってるところではありますけど、まあイラスト見てからですね。うん、それは野崎ちゃんのイラストを見て決めようかなとは思います。うん、まあ大概の人は買わないと思いますけどね。まあ3万3000円って高いですし、うん、まあ推しでもない野崎ちゃんのために買うのは、別になみたいな感じの方が多いと思うもんで、まあ対象としてはその単純にね、コンプ勢の方であったりだとか、野崎ちゃん推しの方がほとんどになるんじゃないかなって感じがします。うん、まあね、うん、まあ本当ね、野崎ちゃんって言ったらね、もう本当エロい、エロの塊みたいなところがありますからまあどんなシーンになるのかっていうのは、ぜひね、野崎ちゃん推しじゃなくても、その辺はね、公開ね、楽しみにしていきましょう。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。